中日のチーム累計盗塁数がすごいと話題に。現時点で3回。福永スレになるからやめろ。代わりに高松が4盗塁してるから。短打打線のくせに走れもしないの本得さ。走塁ミスの T ポイントマイナスが大きすぎるんよ。リスクありすぎて積極的に走れなんて無理。得点に絡まない盗塁バントエンドランは無意味。この10年で強打よりドームでやれる選手を優先したはずなのに、やることやってくれる選手も育ってないっていう大島ですら10年前からいる。岡林があんななっちゃったから大島しか走れない田中幹也はどうなんやろう。立浪のサインが出ないと走れないんやろ。見え見えのエンドラン連打だし。投手は余裕てる中軸が一人でも来たら変わる。 OB もそんなことしか言ってないし、タンプロの極地やん。なんだかんだ率や本塁打得点が全部リーグ注意程度にはなってるから、煽りが盗塁煽りばっかになってるな。そりゃ相手にやられたら嫌なことを自チームにやらせるわけないだろう。逆に走れないチームの代表格だった横浜が走れるチームになっている。盗塁なんて必要ねえよ。野球の醍醐味はホームランだろ。盗塁なんかでせこせこするのはみっともない。ご視聴ありがとうございました。